こんにちは、しまなみひよりです。いつも見ていただきありがとうございます。10月4日なのにとても暑いです。気温は31度もあります。しまなみアースランドに来ております。今はちょうど昼頃です。午前中はボーリングをしてまして、1から7ぐらいまでストライクが続いたのですが、あとはスペアに終わりました。今治港が開港して100周年になるんですよ。そして記念イベントでブルーインパルスがやってきてくれます。今治では初めてのアクロバット飛行なので、どこで見ようかなと思って候補地をいろいろ探しています。しまなみアースランドは駐車場も広く360度空が見渡せます。しまなみ海道の向こう側に今治市内がずっと見えています。でもなんか市内がちっちゃくしか見えません。どのようにアクロバット飛行が行われるかわからないので、どうなんでしょうか、ちゃんと見えるでしょうか。しまなみアースランドの上を飛行してくれるとどんな感じに見えるのでしょうか。とても楽しみです。ちょっとシミュレーションしてみます。こんな感じになるのでしょうか。ただいまブルーインパルスがやってきました。西の空から東へ向かってブルーインパルスが来ました。すごい、めっちゃかっこいいです。ありがとう、さようなら。てな想像の後、しまなみアースランドに小さな花たちを撮っていきます。散策するつもりでご覧になってください。I'm coming back to you, baby. I'll soon be there. I'll soon be there.Whisper good morning so gently in my ear. I'm coming back to you, baby. I'll soon be there. I'll soon be there.ブルーインパルスの来るワクワクする気持ちをお伝えしました。最後まで見ていただきありがとうございました。しまなみアースランドは駐車場も広くて空が大きく見えるからとってもいいと思います。